えー、岸真理子君。立憲民主社民の岸真理子です。えー、私あの地方創生を語る上でもですね、少し遡って最初にお伺いをしたいと思います。あの現在の地方活性化策、いわゆる地方創生は第一期が2015年から2019年、えそして第二期が。 2020年から2024年として、人口ビジョンと総合戦略の観点で進めてきました、来ましたというか、今も進行中ですが、来ています、2022年は第2期の折り返しの年でありますが、これまでの成果と課題を若宮大臣にお伺いいたします。若宮国務大臣あの今委員がお話になりましたようにあの2015年年平成26年からこの 地方創生に取り組む中で地方創生のテレワークですとか ICT のオフィスの整備ですとかこういったデジタルを通じました地方 活性化の事例がいくつかこう見受けられるようになってまいりました。こういった地方の創意工夫を生かしながら、さまざまな取り組みが行われるようになってきた、これが現状だというふうに思っております。これある意味では、この地方創生の成果、一定の成果を上げてきたのではないかなというふうに認識をいたしているところでもございます。また、一方で、仕事ですとか、あるいは交通の便とか、先ほど来、お話が出てますけれども、教育ですとか、あるいは医療とか、福祉の観点、 えこういったあの点をはじめといたします地方それぞれの地方ごとであの抱える課題多少あの地域ごとで異なってまいるかとは思いますけれどもこういった様々な課題は依然としてまだあの実際には顕在化して残っているものだというふうにも承知をいたしているところでございます。そして、ね、そういった結果があの先ほどあの前村委員のあのご指摘にもございましたようにも東京圏への転入超過が継続し継続しているということにもあの見て取れるのではないかなというふうにも感じているところ。 でもございます、まあ、こうしたため、あのこれまでの地方創生の取り組みの成果も踏まえながらです、ねえ、さらにこの進めていこうということで、このデジタル年都市国家構想、これはの推進するという形で今あの、させていただいているところでもございます。あのお話の例として出させていただきましたように、自動配送ですとかえ、ドローンでの宅配ですとか、あるいは、えー、この医療にあの対応するための遠隔医療ですとか、それからオン,オンラインの教育。 あるいはその働き方の改革で、このリモートワーク、こういったデジタル技術の活用によりまして、それぞれの地域の特性、あるいは魅力を生かしながら、地方が元気に活性化して、さらにその地方からこのボトムアップの成長と、持続可能な経済社会、これを実現できればなということで、今、進めて、鋭意取り組んでいるところでございます。 はい、ありがとうございます。あの地方創生という考え方っていうのは、まあ、戦後ずっと自治体、各地域で頑張ってきたと私は考えています。え、すごく努力してきました。 でも、残念ながら、先ほど大臣もおっしゃられた通り、例えば人口減少であったりとか、少子高齢化というのは残されたままということになっています。まあ、容易ではないですし、東京一極集中しているのも、それだけの原因というのもやっぱりあったと私は考えています。えー、しかし、やっぱり取り組んでいかなきゃいけない、何としても取り組んでいかなきゃいけないと考えています。そこで、これまでの国の政策を少し振り返らせていただきますが、 あの地域振興策を進める一方で、例えばですね、2002年に工業等制限法を廃止をして、そのことで例えば大学のキャンパスの高層化と都心のへの移転が進みました、地方出身者を含め、多くの学生が東京都心部に引き寄せられたということが起きています。また年国家戦略特区によって容積率や用途 等の規制緩和というものが行われて、結果的にタワーマンションの建築や再開発が進められました、札幌においてもどん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 タワーマンションが多くなっている実態にあります、まあ、2000年には大型店の立地を制限していた大店法が廃止、これがすごく響きました、えー、商店街など中心市街地の空洞化と、地域の商業が残念ながら衰退を招いた結果となっています。 まあさらに言えば、国の主導によった平成の大合併、私も経験しておりますが、平成の大合併とその後の小中学校の統廃合というものが行われてきました。まあ、こういった政策を見ても、国はこれまで東京一極集中や大都市への集中というのを、アクセルを踏んできたんではないかと疑わざるをえないんですで。地方創生を考えるときには 他の省庁が進める政策についてもやっぱり意見をしていくっていうのがとっても大事だと私は考えていますで申し上げたようなこれまでの国の政策を踏まえて現在の地方創生を担当する大臣としてどのようにお考えなのかお伺いいたしますあ若宮大臣 <laughs> 若宮国務大臣あの。 お今委員があのお話をくださいました。あの形での展開、あの確かにそういった点もあろうかと思います。えー、ただ、私どもとしましてはですね。この地方創生に力を入れて、あの果たしてきた役割、そして効果というのもあったかというふうに認識をいたしてございまして、この平成26年に取り組みスタートさせて以来、東京圏への一極集中の是正、これ非常に重要な取り組みということで、あの全力で取り組んでまいりましたえ、5年間あの委員もご指摘いただきましたけど、第1期では？ この町市と仕事創生総合戦略え、こういったものの中で、地方から東京への転入超化の大半、これがあの10代の後半から、やはり20代の若者があの占めていることを踏まえまして、地方に魅力ある学びの場、 先ほど大学の例もお出しいただきましたけれども、あるいは働く場づくりに取り組んできたところでもございます。残念ながら、しかしこの間でも、東京圏の,この労働需要、これが高まっていたことなどから、大気におきましてはあの、地方から東京圏の転入超過の改善までには、なかなか至らなかったのが現状でございます。そのことから第2期、こういったところではです、ね、移住支援事業等によります UIJ ターン、これをの促進していこうと。 いうことで地方への移住定着の取り組みの強化を図ってまいりました。また、関係人口の創出拡大、あるいはその地方とのつながりを築くという観点から、えー、完全な定住とまではいかないまでも、長期間の滞在ですとか、そういった形のものにも、引き続きあの旅行を含めて取り組んでまいったところでもございますさらににに令和2年にはです、ね、やはやりこの新型コロナウイルス感染症に伴います。 あの国民の皆様方全体の意識の変革や、あるいは行動の変化を踏まえまして、この総合戦略を改定しまして、地方創生テレワークの推進、あるいはオンラインを活用した、やはり先ほどの関係人口の創出拡大などの取り組みを図ってきたところでもございます。こうした中で、あのいくつかの私自身もあの自あの視察でまいりましたけれども、サテライトオフィスをはじめとします、このデジタル環境の整備によりまして、新たな人の流れが、 あの徐々に徐々に生み出て巻いてきております。こうしたあの地方の担い手となる人材の確保にもつなげていけているのではないかなというふうにもあの認識をいたしているところでもございます。あの国民の意識行動の変化、こういった形であの大きな変化だと思っておりますので、引き続きこの一極集中の是正に向けてあの全体的に日本全国でそのかそれぞれの地域で住みよいまちづくりをしていければなとこのように考えているところでございます。記者会見 あの若宮大臣からのご答弁を聞くと、すごく一生懸命やっていただいているのはわかるんです、確かにあの地方創生の考え方とか、もあのまたあの野田大臣が前やっていた総,総務省とかでは、すごくその地方創生とか地域活性化っていうのは、すごく力を入れてるんですが、残念ながら先ほど言ったような、他の省庁の政策が大きな影響を及ぼしたというのは、あのこれからももしかしたら起きかねないので、しっかりとこうチェックをです、ね、一緒にしていっていただければというふうに考えています。 えそれであの先ほど、大臣もどちらが答弁したらいいのかっていうのもあったと思うんですが、私は非常に今回、このデジタル都市田園都市国家構想というワードお二あの野田大臣も若宮大臣もお使いになりました、所信表明で,で、これ、そもそもこのどちらがメインとなってくるのか、両方とも関わってくることなのかというのが、少し分かりづらかったというのが私の感想なんです。そそそれでお,かお伺いいいしたのののははそもそもこのさっきあのデジタル都市国家構想というのは ご説明を受けたのでいいんですが、どちらがメインとなってくるのか、どちらも関わってくるのかというのをお伺いいたします、えー、中岡村国務大臣。あの私の方あの,あのデジタル電子都市国家構想担当大臣という名前で、あの総理から言われておりますが、先にちょっとお答えさせていただきますが、えー、まだ先ほどでお話申し上げておりますように、まず人口減少ですとか、高齢化とか、産業の空洞化、こういった地方を抱える課題を、 デジタルの力を活用することによって、解決をしていきながら、地方の個性を生かしながら、それぞれの地域が稼げる地域になっていけば、こういった観点から、政策を取り組んでいるところでもございます。これはあの成長戦略の柱の、岸田内閣の,ですねあの大きな柱の一つでございます。そして、のこの規格立案総合調整を担うのが、私の今の端文でございます。そして私があの任命されたこと、これはまさにあの本当に気持ちを込めて、今、委員にはあの一生懸命やいま ててくれているというお話をいただきましたんであの、ありがたく思っておりますけれども、あのこういったことでその東京圏への一極集中ですとか、あるいは地方創生と基本的な考え方を同じくする形でのこのデジタル田園都市確構想の実現に、あの野田大臣、岸田大臣とです、ね、力を合わせてあの全力を尽くしてまいりたいなと、こういったことにいて進んでま岸野田大臣の方はどの、これにどのように関わってくる。 ことがあるのかお伺いします野内閣特命担当大臣まあ今、若宮大臣があのおご自身お話しされたように、若宮大臣は岸田内閣の看板政策であるデジタル田園都市国家構想に関する政府全体の戦略について、同構想の実現会議の議長である総理を支え、まさに司令塔の立場で、企画立案を担い、関係省庁との総合調整を担当しているもので と認識していますで私はその主たる施策を推進する地方創生担当大臣として、同実現会議の主要メンバーとして、これまで取り組んできた地方創生に比べ加え、デジタル、デジタルにストレスを置いたデジタル田園都市国家構想の新しい取り組み、これに係る内閣としての予算の要求や執行などを担当しています岸<員> <laughs> メインは若宮大臣というのは分かっ で,あのでもちょっとその関係性がですね、すみません、あんまり私の方が理解がであまりできなかったというところなんでしょうかねあの、それでこの田園都市という言葉なんですが、私にとってみれば、すごくなじみ深い言葉なんです、実は私が出身である旧栗沢町という町があったんですが、その栗沢町では、未来に輝く田園文化福祉都市っていうのを掲げてたんですね、総合政策に。なのででですすごくなじみががあるんですが、まあ、一方で えーっとですね、この田園という言葉になると、まあ、いろんな言葉があると思うんですが、まず農地というものを思い込めると、昔に比べるとですね、えー、農地も100万平方メートル、100平方平米以上に、ねえー、減っている実態にあります。でそののの言葉かかからはなかなかこのイメージというのが あの捉えにくいのではないかなと思うので、もうあの先ほどもお答弁いただいてはいるんですが、このデジタル田園都市国家構想というのは、さらに分かりやすくしていただきたいというのは要望として言っておきます。でこのデジタル田園都市国家構想では デジタルの力を活用することによって人口減少とか高齢化などを解決するというふうになっていますでこれが住民を苗頭にした企業目線になるのではないかという懸念も一方で言われているところですまたデジタル田園都市スーパーハイウェイは海底ケーブルを三年程度で日本を周回することを掲げていますが太平洋側はすでに民間が敷設済みなので目新しいというよりは ここれままででのの安倍菅政権の地方創生をを看板を置かれただけではなないかといいととううようなことも言われています、まあ、若宮大臣、このスーパーハイウェイで、本当にこの全国の地方の方が元気になれるのかどうかというのをまずお伺いいたします若宮国務大臣。あの今、委員がご指摘になりましたようにあの、このデジタル田園都市国家構想という名前でデジタルが頭にはついているんですが、私自身も思っておりますけれども、どんなに、 そのデジタル化が進もうが、あるいは機械化が進もうが便利になのが そこに住まうあの人々、そういう人の心がやはり一番大事だと思っております。そういった意味では、人の心、お一人お一人の心もそうですし、人と人とのつながりだったり、絆であったり、地域のコミュニティであったり、こういったものがやはり何より一番だという認識については、これはあの今までとの使用創生という、全く変わらないところであることは大前提というふうにあのご理解いただければと思っております。その上で今、スーパーハイウェイのお話が出ましたので、ご答弁申し上げますけれども、この海底ケーブル、これはあの のワークによの全体を何度かいろんな地図でご覧になってらっしゃるかと思いますけれども、海底ケーブルで周回するネットワーク、このスーパーハイウェイを構築することを3年ほどをかけて作っている予定でございます。日日本本海外ルートをを整備することによりましてです、ね、日本全体を その,あのハイウェイで回すことによりまして、この通信ネットワーク、複数ルートを確保することになります、これは途切れない通信を実現するということで、やはりその社会活動、経済活動の維持やデジタル実装の地域活性化には大いなる貢献をするものというふうに思っております。あの今、えー、随時進めております、このデジタル田園都市国家構想の実現会議というのを、実は、えー、何回か開催をさせていただいているところでもございますが、2月に、 第4回目というのを開催したんですがこのでの際のテーマというのがやはりデジタル基盤の整備ということがテーマでございましたやはりあのいろんなものを確かに 5G とか 6G とかあるいは先ほど申し上げた遠隔医療ですとかリモートワークさまざまなものもありますけどまずはやはりそのハードの基盤が全国つつうらうら整っておりませんとそういった機器をまず使うことができませんでそしてその上でその機器を使いこなす人材がいてどういったお困りのニーズがあればどう解決できるのか とということをソフトの部分でやはりあのご提供していかなければいけないというふうに思ってございます。そして最終的な形では、やはりその地域のそれぞれのお困りのニーズが解決することによって、今、都市部に人口が流入しているものが、あえて出なくても、そこですべてが解決できるようになってくれば、それぞれの地域が発展できるんではないかなと、あるいはそれぞれの地域に多分すでにいろんな特産物、委員におかれてはあの北海道でいらっしゃいますから、北海道でも海水産化合物、か あの農林水産物、加工物ですね、いろんなの資源もあれ出てくると思いますので、そういった外に海外に例えば輸出できるようなものも、直にそこから輸出ができる可能性もあります、そうするとやはり稼ぐ地域ということにもつながってこようかと思いますので、そういったもののベースを作るのが、このスーパーハイウェイというふうにご理解いただければと思っていますシーン、はい、ありがとうございますあの。だいぶそのスーパーハイウェイでどんな形になっていくのかというのは、イメージがついてきました。 あのそれであの、それぞれの地域の特性を生かしというふうに、先ほどから大臣もおっしゃっています、それであのテ,レテレワークのこととかも言ってたんですが、ICT オフィスの整備というところについてお伺いをします。あの今、コロナ禍においても、大都市圏だけじゃなくって、地方でもオフィスを構えて仕事ができるということで、注目されつつあって、まあ、一つの手法だと私も考えています。 しかし、宮見沢市においては、20年以上前から実はこの ICT 拠点施設とか、テレワークセンターっていうのを、実は進めてきました、整備して進めてきています。えー、でこれがですね すべ、えー、ての地域に当てはまるのかなというのが少し疑問だというところです。何を言っているかというと、取り組みを進めるにあたっては、もともとあった地方の課題を解決していくというのが重要になっています。箱のの整整備備だけをしてもうまくいいかないです例えば交通の整備 まあできれば鉄道を残してほしいというのはあるんですが、まあ、鉄道の維持が企業誘致には重要であったりとか、えー、最近では地方創生でも、先ほど大臣もおっしゃった関係人口という言葉がありますが、できればです、ね、その地域に子どもとか女性が定住していただく、住み続けていただく環境というのが望ましいです、でそう考えると、病院とか学校、お店といった生活の上で身近にあることが重要になってきます。 政策や地域医療の確保などは地方創生分野でも対策をお考えなのか、えー、若宮大臣にお伺いいたします。若宮福務大臣、あの今委員がお話になったことほまさにその通りだと思っております。あのなかなか ICT オフィスあるいはテレワークをやった見たところで、えー、そこまで必要ないんではないかなってそういった。 あの多分それぞれぞの地域もあろうかと思います今、その私どもでい,あのいろんな地域を全部、すでにその地方創生の,あの観点からいろいろ取り組んで進めておらっしゃいらっしゃるあの非常にいい成功例のところもただ自治体の中でございます。そういった自治体のです、ね、成功例を全部ピックアップをいたしまして、具体的にじゃあ、どんなところで何を苦労なさったのか、あるいはなぜそれが成功できたのか、でもしかすると同じこの成功例が他の地域でも生かされる ではないいかななそういったお取り組みの集約をで、きればとまだ全部対取りまとまっているわけではございませんけれども、そのハード面、ソフト面含めた形で、集約ができることによって、パッケージでそれぞれの各地域にいろいろお届けができるようになればいいなということで、今、進捗状態を進めているところでもございます。今、委員がおっしゃったように、やはりその交通のハードな部分ですとか、あるいはその教育の学校ですとか、そういった部分も非常に大事だと思っております。そういったところがなななければなかなかやはり 子育てをしたり、あるいはその子どもを学校に通わせたりということができないと思いますので、そういった部分をじゃあ、あのどうにかしてそのそあの都市部と似たような形で持っていこうというのが、そのオンライン診療であったり、オンライン授業であったり、そのカバーできるところはカバーしていこうあるいはその,のその地域の魅力がある地域にあのどん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 変革することによって、えー、実際にその地域に住みたいなと。 思う方が増えるのが一番だと思っておりますので、実はあの私があの視察であの何箇所かお伺いした先にですね、えー、ある大学生の女性の,あの方でありましたけれども、えー、自分は小中学生の時には、えー、その地域から出て、どこかやはり都市部に行きたいなと思っていたんですと、これは車座トークの中でございますが、えー、ところがえ今、えー、自分がもし学校出たら、 この地域に、自分が生まれ育った地域にまた戻ってきたいというふうに思っていると、どうしてそういうふうに変わられたんですかと私はお伺いしましたら、この地域には、その今、取り組まれているその中の皆様方はそうなんですが、刺激があって、そして大いなるあの自分を成長させるものを感じることができているんだと、そんなお話をいただいたこともございました。そういった方がどん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 増えることによって、それぞれの地域に根付く方がやはり増えていくんではないかなというふうに私は実感したあの瞬間でもございました。こういった取り組みは 徐々に徐々にそれぞれの地域の悩み事を解決をしながら取り組みで進んでまいりたいなと、こう思っているところでございます市<員>、はい、あのお話しいただいたように、ですねやっぱりリターンしてくれるというか、帰ってきてくれるというのがすごい大事だと思います。それれににはあの大臣が言われたように ひょっとしたら一つの方法としてオンラインでというのもあるのかもしれませんが、やっぱり実物というものもないと、例えば医療とかだと、若い人は特に子育て環境には医療が欠かせなかったりとか、まあ、学校もですね高校、中学校を卒業したら、社会あの、遠く離れなきゃいけないというような、今、条件不利地域もたくさんあるというところも、やっぱりここをどうやっていくかっていうのも大事な地方創生なのではないかなと考えていますので、引き続きあの一緒に議論をさせていただければと思います。あの次にデジタルで 前沿都市国家構想については、個人情報への懸念が強いのも聞いていますが、このような個人情報への強い懸念を持っている方に対して、どのような対策というか、きちんとこれを守っていくという対策をどのようにしていくのか、若宮大臣にお伺いします。若宮国務大臣 このデジタル田園都市国家構想、これは先ほど来お話申し上げてますけれども、さまざまな課題を乗り越えていこう、解決していこうということでございます。そうした中で、やはり個人情報を含みますデータの適正な管理、および利活用というのは、極めて重要な課題だというふうにも認識いたしているところでもございます。こういったところは、やはり個人情報保護、これもの含めまして、ですねご担当されてます牧島大臣ともしっかりと連携しながら取り組んでまいりたいなと、こう思っております。 シーンあの今、牧島大臣にもそしたら次に聞きますが、例えばこうデータを企業等で利活用されている場合に、自分のデータを勝手に抜き出されるということに不安を感じているという方、たくさんいらっしゃいます、また恐怖にも感じているという声も聞いています。データをどのように使われるのか、当事者が知り得る仕組みを作るべきではないかと考えますが、大臣のお考え、お聞かせください。デジタル大臣。 デジタル社会においてはデータの利活用が重要なものになりますが、その時に個人情報をしっかりと保護しなければならないというのは大前提になるというふうに考えております。例えば私たちこのの重点計画においてベーススレジストリの整備を進める データの利活用の施策に取り組むということにはしておりますが、その際も、例えば個人情報など秘匿性の高いデータに対し、誰がいつアクセスをしたのかといったようなアクセス情報を本人が確認できるようにする、こうしたデータ運用における利用者の信頼性の確保というものは、しっかりと図るということとさせていただいております。シーン ありがとうございますあの一つ安心感ができたというか、そういうふうに議論を始めていただいているというところです。あの次にですね、デジタル庁は誰一人取り残さない、人に優しいデジタル化ということを掲げていますが、それであればです、ね、私、去年のこの <laughs> 法案の質疑のときにも質問してるんですが、えー、例えばですね、今日も出席している真山議員とかの「ま」の字とか、斎藤議員の「 サイの字とかっていうのはいわゆる外字というのが使われてるんですね正式にはあのでその外字問題っていうのは必ず対応していただきたいんですがこれについてはいかがでしょうか静岡、えー、統括官、えー、お答え申し上げます、えー、地方自治体の基幹業務システムは、えー、人名地名等多様な文字を扱う必要がございますけれども実、えー、規格等の一般的に使われている文字セットにおいて 人名地名等で使われる文字が十分に含まれていないという問題がございましたので、住民のニーズに合わせて地方自治体においては、それぞれ独自に作成した文字、いわゆる外字が利用されてきたところでございます。 これらですね、大体あの100万文字を超える文字が各自治体においてくくられていて、このようなことってのは、世界の中でも日本だけでございますけれども、まあ、結果として、文字コード体系や管理の仕組みが統一性に欠けておりまして、自治体の機関業務システムの町内外の情報連携や、他ベンダーへの乗り換え時において、コード変換であったり、管理に複雑なシステムが必要となって、 構築、運用コストを上昇をかけてしまっている、あるいはベンダーロックインが発生して、供給が機能しないというようなことが起こっているというような問題がございます。こうした問題を解決するために、自治体の機関業務システムにおいて、平成29年に我が国の行政事務で用いられる漢字約6万文字を情報システムで利用できるように整備をした文字情報基盤を活用いたしまして、 基本の外事が必要ないような環境を作っていく、また新しい外事を発生させないようにするということに取り組んでまいりました。で、このためですね、標準化法の第7条の標準化基準の共通事項として、文字情報基盤を活用した文字とするということを含めて、データ要件を定めるというふうにいたしております。自治体からはすでに 氏名に外事が関われている住民の方に対する的確な説明が必要であるというふうにもお伺いしているところでお伺いまして、今後とも自治体としっかり連携してまいりまして、地方自治体の基幹業務システムから外事をなくしていくための取り組みを、これはの丁寧に説明をしてまいりたいというふうに考えております、はい。 あの外人をなくしていきたいっていうことを丁寧に説明するっていうのは、一方的な国の押し付けなんですね、誰一人轟かさないっていう観点から言うと、外れたことではないかと思っています、しかもですね、実際にこの自治体でマイナンバーカードを担当している方が、今、どうやって対応しているかっていうと、手書きで書いてるんですよ、実はマイナンバーカードに、正式な文字を。 でそれはやっぱりどうしてそういう対応をしているかというと、その方に納得をしていただくというのは相当大変だということなんです、アイデンティティだからですね、これまでその方が使ってきた名前、え歴代使ってきた名前ということの重みというのを考えていただきたいんです。ちななみみに戸籍の伝算家はみんな頑張りました 戸籍の電算化では、全部残したはずですよね。だからこそ、これはきちんと残すべきだということを、改めて今日も通告して、あ,あの申し出をしておきます。で、次にですね、まあ、自治体が誤って DV 被害者とかの情報をですね、加害者に漏らしたという事例が。 あの見受けられます残念ながらあの人員的なミスというところになってしまうんですがで、これはやろうと思ってやってるわけではないんですね。で自治体でさまざまなシステムを扱う際に、職員が分かりやすくエラーメッセージが出るなど、システムでの対応も必要です。で、今とはあの自治体、地方公共団体のシステム標準化というものを今、進めているので、確認をさせていただきますが、例えば、例えばですが、税のシステムなど、地方公共団体のシステム標準化 ただ、標準化に向けて、この DV 等の被害者の住所漏洩を防止するための仕組みは構築されるのでしょうか、お伺いいたします楠木統括官。えー、現在あの、地方自治体の20の基幹業務につきまして、えー、制度所管府省が、えー、標準使用書の策定、または改定を進めているところでありまして、えー、デジタル庁はその支援を行っております。えー、委員ご指摘のとおり、各基幹業務システムにおいて、 DV 等支援対象者に対する帳票等の出力を抑止する機能、いわゆる抑止機能が必要であるというふうに考えておりまして、デジタル庁としては、各制度所管府省に対して、抑止機能を検討し、標準使用書に規定するように依頼をしているところでございます。すでにあの標準化が完了している旧業務につきまして、確認したところ、きっちりとこの抑止機能について、すべて機会があるということを確認をいたしております。 各制度所管府省においては、抑止の対象とする帳表等や具体的な抑止の方法について検討を行い、標準使用書への規定を検討しているというふうに認識をしております。今後とも引き続きデジタル庁として各制度所管府省に対して、抑止機能について必要な助言等を行ってまいりたいというふうに考えております。市員 あの次も質問しようと思ったんですが、時間がないので、予防だけ牧島大臣にしておきます。あの2月19日の民間のテレビ番組で、堀内ワクチン担当大臣がですね新型コロナウイルスワクチンの接種券について、4回目に向けてですねデジタル化をしていく必要があるというふうにおっしゃったという報道を見ました、でこれですね、4回目でそのシステムを作ることが、果たして自治体にこんなを招かないのかどうかっていうのがすごく心配なんです。新しいシステムを作って たとしても決して実際に共うをしないでほしいっというのとつくのであればちゃんとしたシステムにしていただきたいということを要請して私の質問を終わりますありがとうございました Это газ.